点でした。土屋です。斉藤が行く。スピードのあるドライブでした。土屋がもらいに来ました。ここにレイカーズジュニアがついている。ケリーに渡す。ケリーのフェイダウェイ決めました。ここはマカドゥが行きます。マカドゥ、ああいいですね。渋谷は小島、さあこれは落ちる。リバウンド、エサトン決めました。これがこのセカンドチャンスですよ ね、はい、触っていました。エサトン、これもウンドル選手しっかり走ってますよ。2人ともでかいのが。エサトンも来ました。残り5秒です。当ててマカル決めました。これは渋谷が守れるか。ちょっと名古屋も攻めてなくなってますね、はい、レイパックジュニア。ただこれを決めます。こういうところが大きいですね。ただこれが落ちました。形としてはいい形で入ったんですが、そうですね、はい、マカル選手バックボードを使ってシュートを打ててよかったですね。菅が決めた。分かってますね、長野選手は。あ、パス、斉藤が取った。そして江里、斉藤のショット決まる。今日初めて2桁点差、10点差になりました。触りましたけども、これも名古屋クラーク、エンドワン。名古屋残り30秒切りました。高さがある。関野がついています。ダブルチームで行く。ただその分空いた。張本決めた。来てるところなんですね。そうですね。ですが最後ちょっとシュートが後ろに逃げてたので、はい、あれは踏ん張っていってほしいです。あ、そうですか。エンドワンです。この記録もちょっと見えかけてくるような点差になってきました。エサトンに簡単に入った。早い。これやっぱりエサトンのディフェンスですよね。そうですね。しっかり外まで出てるんですよね、ちゃんと。そしてワンハンドダンク。ここの出しどころ、飛ばして井上から。ああ触りました、中東。中2日で昨日のゲーム、そして今日、はい、ですが強度全く落ちないですね、名古屋の方は。よく決めました、森田ね。最後のゲーム、ホームの名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、B リーグ通算100勝目となる勝利を手にしました。